はい、どうも皆さん、サオでございます。ということで、今回はナイスクロニクルですね。めっちゃ久しぶりになってます。で、まあ今回のナイスクロニクルの攻略の情報ではなく、なんか、すごいアップデートが来るみたいなので、まあちょっとやめてしまった方もね、ワンチャンあるんじゃないか。まあデータ消してしまった人はわかんないですけど、まあ、左シンクレアですね。で、右が黒の騎士団かなっていう感じで、まあ、超大型バランスアップデートが行われるらしいんですが、まあ、一回見たんですけど、これ前代未聞のアップデートだなということで紹介してます。まあ、新しくなりますね。完全にゲームが異なるものになっている、まあ、事前登録キャンペーンみたいなもやってるんですよね。そもそも、リリースされてたものなのに。まあ、見ていきましょうということで、まあ、新規コンテンツ。まあ、これ冒険追加、これよくあるね。やつよね。物語が核心に近づきますと。で、ギルドミッションが追加されるみたいな、まあ、仕様があるんですが、まあ、今度ね、騎士団の登場、新たなる騎士団の登場、様々なキャラクター、まあ、キャラクター実装。あ、黒の騎士団じゃないのか、これ。海賊団。まあ、この辺新キャラということで。はい。で、まず、こっからですよ。もう前代未聞。まあ、キャラクターを進化させるためには聖水を使用する、まあ、進化素材を使う方法から、まあ、キャラを使用して進化する方法へと変更となりますっていうね。またね、新しいシステムですよね、これ。そう、ランクと同じ数のキャラ。これ倍々に増えていくってことでね。一進、まあ、見ての通り、これ左が昔の素材。右が変更後。まあ、これ虹の聖水がね、めっちゃ、まあ、ない、セブンナイツほど出にくくなかったんですけど、まあ、めっちゃ面倒いってか、周回が楽しくなかったんで、このゲームは放置もできないし。はい。で、このキャラになったので、まあ、ガチャ引けば結構進化はできるっていう仕様なんですかね。まあ、こんな感じ。進化はこんな感じになってると。で、限界突破。これはね、キャラをぶち込んで、限界突破ゲージを100にすると1段階限界突破されるっていうシステムだったんですが、同じ星6のキャラを使用して幻突。まあ、かぶったキャラ。あ、星6のキャラか。同じじゃないですね。星6なら限界突破ができると。まあ、これで、進化させて、素材にするみたいな感じですね。まあ、めんどくはないですけどね。これはいいんじゃないかな、非常に。キャラかぶりなしで限界突破できるってことだもんね。この意味の通りだったら。まあ、限界突破はこんな風に変わってますと。で、大規模アップデートに伴い、アップデートまで限界突破ゲージを0.01%でも上昇している場合は、その段階では限界突破をしたとみなして、データ更新いたしますって書いてあるんで、これ何でもぶち込んでおけば、限界突破されたことになるよね、これ。なので今やってる人、これ全部使いそうなキャラ、ぶち込んどいた方がいいですね、これ。もう何でもいいんで入れておくみたいな。まあ、星4のキャラか。を入れておくっていう話に乗ってきますよね、これ。で、ルナは限界突破の素材として使用できなくなります。スキル強化の素材として使用できるようになります。これはなるほどねって感じ。まあ、もうこの時点でなんかもう大幅にキャ、あの別のゲームになっているって感じなんですけど。そう。で、もう一個ここからね。限界突破ボード。めんどくせえ。限界突破ボード、超めんどくさかった。まあ、それが、潜在能力という名称に変更されます。で、これは多分画像あんのかな？潜在能力解放になって、まあ、画像なかったんですけど、まあ、潜在能力解放とは、限界突破段階に応じて一つだけ能力を選択することが、これ3つぐらいの中から1つ選ぶんだったと思うんですけど、まあ、これもね、限界突破ボードって白猫の育成を考えてみればわかると思うんですけど、まあ、白猫の育成にプラスして、レベルも別で上げて限界突破もしてって、この1体の育成どんだけかかるんだよみたいなゲームだったんですけど、まあ、この潜在能力っていう、まあ、選択式のものを1つ解放させるっていうものになったので、まあ、限界突破ボードをまた開けなきゃいけないっていう、このプレッシャーみたいなのありましたよね。それもなくて、まあ、育成の幅が広がりつつ、まあ、難易度も下がったのかな。まあ、いろんなキャラを使いやすくなったっていう点で、
非常に評価できるシステムなのかなって思いますが、まあこれのためにお金をかけた人のお金はどうなるのかっていうか、まず多分返金はされないと思うんですけど、ちょっとまあ、ここまでしていいものなんだなっていうね、いうのを受けましたね。だって限界突破のためにガチャ引いた人もいるだろうし、でシステム変わってるし、で、まあ、潜在能力というか限界突破ボードのためにね、あのパッケージ買ってた人もね、まあ、その分はなかったことになるんですよね。これ一切なかったことになりますよね。これ、あ、でもすべて返還いたしますって書いてあるから、ゲーム内のものでは返されるけど、まあ、降臨聖水とかは完全に撤廃されるはずなんで。それがなぁ、まあ、課金した分はなかったことになるよね。それは、だって、アップデート際に全て変換しますとは言ってますけどね。はい。ということです。で、スキル強化が新しいシステムだね。スキル強化、限界突破ボードで、該当するマスを埋めるから、ベースとなるキャラクターと同じキャラクターを使用すると上昇になりましたと。まあ、これは従来の他のゲームの限界突破と一緒ですね。同じキャラを混ぜてって。で、これに、ルナを入れると、スキル強化の素材としても使えるようになると。まあ、このスキル強化のところがちょっと難しくなったのかなって思います。で、メダル制作。は、これメダル降臨っていうのがあったんですけど、全部撤廃ですね。メダル降臨はなかったことになった。メダル降臨やるとキャラもらえたのかな。もうこっから僕やってないんですけど、まあこれも結構ね、メダルやってた人、これ全撤廃。まあめんどくさいシステムであったんで、廃止することはいいんですけど、それにかけた分の労力と時間がちょっとね、まあこれできるんだったら最初からやってくれよって話で、で、降臨パズルもなくなりますと。このゲームはパズルを集めて、降臨のキャラをね、ゲットする。まあ、最大12枚とか16枚とかあったんですけど、バカだるいんですよ、それが。落ちないんですよ。最後のピースだけ。一番でかい数字だけ落ちない。で、最初の降臨でね、クラリスとかフレアとかあったんですけど、まあ、その時にピースがね、9個なんですけど、9番がめっちゃドロー率低くて、じゃあパズルにする必要あんのっていう話になって、人が減ったっていうこの負の歴史がありますね。だってパズルにするんだったら、まあ、パズルにされてる時点でキャラはゲットしにくくなってるわけですよ。確率になるんで。で、なのに9番だけ落ちないと、それは9番を落とすための氷になってしまってたので、もう意味がわからなかったですね、正直。あの時は、まあ、皆様に面白いゲームだよって伝えるために言ってましたけど、これは本当にアホなシステムでした。これ氷パズルは本当に廃止していい。これに誰も文句言わないと思います。ただ、まあさらに、解約されるってなると、まあわかんないですけどね、っていう話です。はい。で、今度は PVP アリーナです。これアリーナはね、完全にマッチングがランダムになりますと。で、禁止キャラクターが設定されると、その期間中は対象のキャラクターを使用することができません。まあこれはわかりやすいんで、ここは別に解説というか、触れる必要はない。で、スペシャルダンジョン、これいいね。時間の制限がなくなり、いつでもプレイできるようになります。キャラクターがドロップするようになります。時間制限がなくなると。まあ、ただでさえめんどくさかった育成がどんどん改善されていますね。まあ、これにかけた時間があってまた話になってくるんですけど。まあ、これはいいでしょう。で、聖水ダンジョンも廃止。で、聖水ダンジョン廃止。聖水の下級と中級が廃止。なので、上級と虹の聖水。これはさっきのね、ボードに使った分は多分戻ってくると思うんですけど。まあ、上級と虹の聖水だけはどっかに使うのかなって話になります。で、まあ、予備の制限がなくなり全種類ドロップするようになると。お、でも所持している個数に応じて別途還元対応しますっていうね。結構ゲーム内のアイテムでの、まあ、なんでしょう、還元はするつもりなんですね。ただ、ゲーム外のお金とかは結構これえぐいと思うけどね。だって返金申請来てもおかしくないよ。それが合ってるか、間違ってるかはもう僕の意見ではないんですけど、だって返金申請してもおかしくないですからね、別にこれは。基地クレーマーじゃないと思いますよ。だって今まで金かけてた分のシステム排除して超簡単にしますよって言われたら、じゃあ今まで楽にするためにかけてたお金はって話になるんで、まあすごいアップデートだなって何回も言ってますけど、思います。レゴルダンジョンが、いつでもプレイできるようになりますが、まあ、一定の回数しかプレイできない。まあ、セブンナイツの激ゴルみたいな感じになります。で、降臨チケット使用できなくなりますが、
ゴールドチケットは個数に応じて別途還元対応いたしますと。まあ、うん。別途還元はするみたいですね。で、降臨ダンジョンも、ソロプレイが追加されたり、まあ、ダンジョンの難易度調整と、時間制限がなくなるとまた。すごいね。これもあります。で、メダル降臨は、廃止です。っていうね。はい。時空の規律、一回クリアしたら終了ではなく、折り返しプレイできる。毎回報酬や敵の構成などが変化するという、新鮮な気持ちでプレイで。もうこれは、新しいコンテンツになるね。時空の亀裂も、あんだけガーネット割ってね、マルデュークゲットしましたけど、新しくなるね。で、キャラ調整。これ全キャラのバランス調整をいたします。おい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 、これさ、強かったキャラ弱体化するとかさ、弱かったキャラ弱体化する。それガチャの金やばいぞって、これも。これほん、いいんだねって、ここまでやって。なんか、噂ではね、が、すごく弱くなったり、誰々が弱くなったりっていう話はね、ちょっとね、聞いてるんですけど、まあ、そこは言えないんですけど、それ、ガチャがね、これ、星4以上の人が出るようになる。モンスター出なくなりますね。で、聖水召喚は廃止となります。修正。聖水召喚はそのまま残りって、これちょっと揉めたのかな。あることにしてるってね。ルーンガチャを廃止します。今後ルーンはゲームをプレイして、各コンテンツから獲得する。ルーンもなくなるんだね。ガチャが。はい。そして、ラスト。これすごいぞ。最後のログイン日が3ヶ月以前になっている。かつ、アカウントのランクが3以下になっている。かつ、一度も課金処理をしていない。もしくは課金処理を成功していない。は、全部。削除っていうね。まあ、この全ての条件ね、この2の条件をあんま満たす人はいないと思うんですけど。でこの辺のその他はちょっと長くなっちゃうんで、まあ、この辺でいいんですけど、こういう最後、ガニエルスペルを廃止しますって。あれ？あの、必殺技みたいなのあったんですけど、ガニエルシステムを廃止するっていうね、もう。まさに、これは、まあ、今後ともナイツクロニクルをお願いしますと言ってますけど、まあ、ナイクロの、まあ、2ですね、これは。完全に生まれ変わるということで、まあ、やめてしまった人もね、ワンチャンあるかもしれないので、まあ、僕もちょっと愛想を尽かしてやめたんですが、まあ、これを機に、ちょっとね、アップデート来てるかなって覗いてみればいいと思います。僕の予想では多分9月の後半、まあ、20何日とかにやると思うので、27とか28、29、その辺だと思うので、まあ、その辺にね、またね、僕が動画出してたら、ナイツクロニクル始まったなと思ってくれればいいので、始まったなって面白いなって話じゃない。あの、アップデートが終わったんだなっていうので、覚えてくれればいいと思います。じゃあね、今後ね、ナイツクロニクル楽しくなって、別ゲーになってたら、また配信していけるタイトルになるかなって、ちょっと楽しみにしてるので、まあ、他のゲームでね、見てくださっている方とか、あとは、まあ、ナイクロから見てくれる人いるのかわかんないですけど、まあ、チャンネル登録は解除しないで見ててください。はい、ご視聴ありがとうございました。